い、皆さんこんにちは、こんばんは、辻村です。本日はですね、私が憧れていたあのスニーカーの開封レビュー、それと、私ですね、ジョーダンシリーズ1から、12までが大好きで、それをコレクションしてるんですけども、こちらのスニーカーの、前後のシリーズですね、これの、ブルーズカラー、シカゴカラー、それをですねご紹介していきたいなと思っております。それとはまた別にですね、前々回の動画かな、視聴者様からもですね、ご指摘というかコメントいただけたんですけども、ダブル当選、ジョーダン4のファットザですね、エンドで初めて海外のサイトで当選したんですけども、私関税かかってないと、かかるときとかからないときっていう言葉を用いて発信してしまったんですが、来ました、2400円ですね。内訳は関税などで700円、その他税金1200円、あと関税その他税金についての特別取扱手数料500円、2400円です。はい、なのでファットザーに関してはですね、前回ラクマでお安く販売させていただいたんですけども、関税分私払いました。はい、ということで、これも経験ということで非常に勉強になりました。はい、それでは早速ですね、あのスニーカーを開封していきたいと思います。エアージョーダン11、はい、来ました。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいですね。やばい、これはかっこいい。ジョーダン11レトロプレイオフブレッド2019、先日のですね、12月ですよね、販売された、スニーカーズで販売されたジョーダン11ブレッドなんですけども、見事、ガッテムしまして、はい、こちら定価の方がですね25,300円ということで、現在ストック X の方ですね、こちら293ドルということで、日本円でですね32,094円、プラスこれ送料と関税がかかりますので、海外から買うと、36,000〜37,000円ぐらいになるんでしょうか。フリマサイトの方ではですね、平均で33,000円から38,000円ぐらいで、取引の方がされております。こちらのジョーダン11はですね、ジョーダン本人からフォーマルなイメージという提案を、ティンカー・ハットフィールドによる革新的なデザインで、完成した名作中の名作です。当時はですね、本当に憧れのバッシュで、こちらのカラーはですね、1996年の NBA プレーオフでジョーダンが初めて着用したカラーと、通称ブレッドと呼ばれて、今回で、4度目の復刻となっております。ちょっと近くでもう一回見てみましょう。やっぱね、このエナメルのアッパーがめちゃめちゃかっこいいですよね。かっこいいとしか言いようがないんだけど、でこのアウトソール、このカーボンなんですね、これもかっこよしと、で後ろには45ではなくて23、マイケル・ジョーダンの現役の背番号ですね、現役時代、あそこにスペースジャムの45番というものもありますけども、こちらは23番と、はい、こんな感じです。はい、こちらジョーダン10レトロダブルニッケル、2015年3月に販売されたものになります。定価がですね、25,200円ということで、私の毎歳 26.5 の、ストック X 本日の相場、これは256ドル、日本円で、27,384円ですね。はい、フリマサイトの方ではですね、平均で
3万8000円から4万5000円ほどで取引の方がされているようです。こちらですね、オリジナルでは通称シカゴと呼ばれたカラーの仕様変更された復刻版となります。またこの一足にはジョーダン復帰後の背番号45がナンバリングされており、ダブルニッケルという名が付けられたのも一緒、印象的だったかと思います。まあ、ダブルニッケルの意味はですね、皆様もご存知かと思いますので、説明というかコメントだけ入れておきます。はい、省略させていただきますが、まあ、ジョーダンシリーズのコレクターであれば絶対に手にしたい一足かと思います。こちらも近くで見てみましょう。やっぱね、復刻とはいえこの45のナンバリングがアクセントで非常にかっこいいですよね。で、アウトソール裏がジョーダンの過去の実績と。やっぱね、ジョーダン10ってなんか最初微妙だと思ったんですけど、時が経てば経つだけこれかっけえなと。これがあってから、まあ、あの11が、ね、あの11のデザインが生まれたわけで、これなくして11はないですからね。はい、シカゴカラーですね。向こうはブルースカラー、ブレッド、はい、いや、かっこいい。続いて次のやついきましょう。はい、こちらジョーダン12レトロフルゲーム2016、2016年5月に販売されたものになります。定価が 22,680 円。私のマイサイ 26.5 の、本日のストック X の相場が334ドル、日本円で 36,585 円となります。フリマサイトはですね、平均で 36,000 円から4万円ほどで取引がされているようです。でこちらの一足もですね、ジョーダンシリーズで初めてズームエアクッショニングシステムを搭載したモデルとなります。デザインは旭日旗からインスパイアされたというステッチデザインが印象的で、まあ、私がですねジョーダンシリーズの中で1997年に初めて買った、まあ、当時バッシュって言ってましたけども、バッシュがですねこのジョーダン12オリジナルを買わせていただいております。まあ、その当時のですねカラーは白赤だったんですけども、まあ、非常にですねこれちょっと近くで見てみますと、これもジョーダン11同様にですね、裏面のねアウトソールのこのカーボンが特徴的ですごくかっこいいんですよね。これオリジナルもっとカーボンしてるというか、この2016フルゲームに関してはなんか黒いのペーっとした感じになってますけども、このちょっとうっすら見えるギザギザ、これがオリジナルの時はですね鮮明にカーボンが見えてましたね。はい、だ最初これ2016版買った時に偽物かと思ったんですけど、2016はこういう仕様になってますんで、最初イモムシみたいな変な感じかなって思ったんですけど、これもやっぱね見ていけば見ていくだけ味が出るというか、非常にかっこいいものになってます。はい、はい、ということで、本日のですねスニーカーの紹介はジョーダン10、ジョーダン11、ジョーダン12のこちらの3足のご紹介でした。それでは